フィラデルフィアはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はペンシルベニア州フィラデルフィアにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。フィラデルフィアは1888年3月22日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港した。1889年9月7日にミニー・ーナメーカーによって命名、浸水し、 1890年7月28日に、艦長 BF ブラッドフォード大佐の指揮下収益した。フィラデルフィアは1893年8月22日に、サンフランシスコに到着した。太平洋ステーション総司令官機関として、船体と共に巡航し、艦隊演習及び訓練、西海岸、メキシコ、南米及び、ハワイ諸島の様々な港を訪問した。 1897年10月14日に、メアアイランド海軍造船所に到着し、同所で12月18日に退役した。フィラデルフィアは1898年7月9日に、最終駅し、太平洋ステーション総司令官 JN ミラー少将の、帰還となる。ハワイ共和国の併合記念式典に参加するため7月2日に、サンフランシスコを出港し、 8月3日にホノルルに到着した。フィラデルフィア及びスループのモヒカンの士官はアメリカ海軍の代表として式典に参加した。1899年3月に艦隊総司令官アルバート・カウツ少将が上官し、フィラデルフィアはドイツとの衝突を解決するためサモア諸島に向けて出航した。フィラデルフィアの上陸部隊は イギリス軍部隊と共に4月1日に上陸したが、待ち伏せを受けて7名が死亡、7名が負傷した。死者の中には、フィリップ・ランズレール中尉ジョニア・アール・モナ・ハン・少尉ノーマン・エドサル及び水兵もう1名が含まれた。フィラデルフィアは1899年5月21日まで、サモア諸島に泊まり、その後ホノルルを経由して、西海岸に向かった。 フィラデルフィアは1900年2月6日まで太平洋ステーションでの帰還任務に従事し、同日カウツ少将は帰還任務をアイオワへと移した。フィラデルフィアは太平洋での任務を1902年まで継続し、訓練巡行、法術訓練、親善訪問などを行った。フィラデルフィアはパナマ沖での6ヶ月の巡航から帰還し、1902年7月17日に サンフランシスコに到着した。広範囲な修理が必要となり、フィラデルフィアは、ピュージェットサウンド海軍交渉への入居を命じられた。8月23日に、ワシントン州ブレマートンに到着し、9月22日に、ピュージェットサウンドで退役した。フィラデルフィアは1904年5月12日に、ピュージェットサウンド海軍交渉で、新兵収容官となる。 1912年11月4日まで同任務を続け、その後囚人戦となる。1916年1月10日に、再び新兵収容官となり、1926年11月24日に、除籍されるまで使用された。フィラデルフィアは1927年にピュージェット、サウンド海軍交渉で競売にかけられ、ルイス・ロサーバーグ社に売却された。 ありがとうございます。